スジオモラマシコです。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。ということでですね、青春オーバーランもですね、スニーカーズの挑戦動画をですね、これから上げていくことにしました。ということでですね、スニーカーズ挑戦速報です。はい、よろしくお願いします。はい、これからですね、スニーカーズ挑戦した時は、なるべく早めにですね、速報として動画を上げることにしましたのでね、ぜひともね、皆様お昼休みとかにね、あ、マシコたち、スニーカーズどうだったんだろうという感じでね、見ていただければいいなと思います。ということで、本日は6月5日でございます。本日狙うスニーカーは、ナイキアダプト BB、ウルフグレイ、そうですね、エアマグカラーと呼ばれているものになります。はい、こちらは僕じゃなくて、タケさんの支援としてね、参加したいなと思います。はい、頑張りましょう。当たるといいですね。タケさんにもね、ぜひね、このアダプト BB の楽しさとね、アダプト BB の財布のダメージをね、ぜひね、体験していただけたらいいなということでですね、参加していきたいなと思います。そういえばね、タケさんね、最近支援やたら当ててんですよ。うん。ブレーザーのね、酒井もね、LD ワッフルもね、両方当ててんで、僕なんかね、やんなくてもね、いけんじゃねえかっていう噂あるんですけど、なんかね、当ててるか、タケさん健康診断でできないかも、期待してますって言われてる。はははは。あと1分だよ。おい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 。マジかマジか。ま、おっと来たー、やります、いきます、なーに、はい、順番待ち来ました、順番待ち来ました、オッケーでーす。オッケー。保留中になってます。はーい。どうす。寝起きすぎちゃって、フェイス ID が動きませんでした。うん。あー、その辺弱点だよな。指紋の方がいいよな、そういうところは。さあ、いけるんでしょうか。ちょっと待ちましょう。ああ、ダメだ、売り切れだ、嘘でしょ、ああダメだ、はい、ダメでしたね、他のサイズも、ああもう、ま、もう完売になってる、はいや、はいや、残念。残念。はい。タケさんはちょっと健康診断入っちゃって、ダメだったかな。そうだね。タケさん健康診断入っちゃってますね。はい。ということでですね、今回はナイキアダプト BB エアマグカラーをスニーカーズ挑戦してまいりましたが、はい。もう全然ダメでした。やっぱスニーカーズ当たんないですね。本当にね。仕方ない。はい、ということで、本日は水曜日ということで、本編と動画はお休みです。明日の夜、ぜひお会いしましょう。ということで、以上、セシオバランでした。またねー。